縦山湾、スワンエージ湾湾は海や湖の一部で幅の広い入り込みを形成した領域、規模の小さなものを入り江と呼ぶ。英語では規模の大きなものをガルフ、小さなものをベイと呼ぶ。海洋法に関する国際連合条約十条の規定するところでは、湾とは湾口の幅に比べ奥行きが十分に深く、湾口に引いた直線を直径とする繁栄の面積よりも、 湾入部の水域が広いものとされる。また湾が単一の国に属し湾口幅が24回以内で、ある時には、その湾内を内水として扱い、湾口に引いた直線を領海の規線とすることも定められている。ただし、この規定を満たさずとも、古くから単一の国が主権を行使してきた湾を歴史的湾として内水とみなすことも定められている。 しかしこの例外規定をめぐっては、リビアのシドラ湾、ロシアのピョートル大帝湾など、歴史的湾であるか否かの主張対立が、国際紛争の火種となることもしばしばである。この、奥行きが十分にあり、半円より広いという定義は、国際条約上だけでなく、一般的にも使われているが、やはり定義を満たさなくとも、土佐湾、若佐湾のように古くから湾と認められているものもある。 また、サロマ湖のように、実質的に湾と差がなくとも、湖とされる水域もある。英語には、ガルフと、米があり、米よりもガルフの方が規模が大きいものを言う。そのため日本語ではガルフを、海湾、米を湾と訳すことがある。日本では、日清戦争の頃まで、大村湾、伊勢湾、駿河湾などは、海図上で海湾とされていた。また、東京湾、道の区湾、 島原湾、鹿児島湾は第二次世界大戦後も海図上は海湾とされていた。しかし昭和40年代になり海図に使用されてきた海湾は日本の地形の規模にはふさわしくないとして湾に改め記された。湾が作られた原因には主に以下の三つがある。海面の上昇によってそれまで陸であったものが海面下に沈んで周囲が たまたま高たか,かったために湾となったもの火山性のもので、河口やカルデラだったものが海面下に沈んだものプレートテクトニクスで説明される地下深部の動きに関連して生じたもの日本での典型例としては、それぞれ東京湾や大阪湾など、鹿児島湾と山湾、相模湾、駿河湾などが当たる。ありがとうございます。